皆さんこんにちは、本チューブです。今回は Be Yourself、 自分らしく輝いて人生を変える教科書をお書きになりました川原さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このねポーズが Facebook の全部これです。かわいいそれ誰が考えたんですか？これ考えたわけじゃなくてですね、はい、あの裏話的に言うと、うんうん、アメリカであのポートレートを撮影される時の隙間時間に、はい、暇だからなんか匠面白いことやってよってカメラマンさんに無茶振りされて、で本当にふざけてやったらそれがそのまま雑誌に使われて僕のポートレートそれになったっていう、そうトップレベルのカメラマンと撮影クルーを使って一番ふざけた撮影したらこうなった。大抵こういうのとかだったりするじゃないですか、腕組んでたりとか。撮ったんだよちゃんと、こういうのとかさこういうのとかさ撮ったの、そうこういうのとか撮ったんだけど全部使われないのあの川原さんはこの本もお書きになってるんですけど、ここにお写真もあるんですが、あのこんまりこと近藤麻理恵さんのご主人プロデューサーでかつご主人にもいらっしゃるということなんですけれども、本当ついでに主人やってます。主人やってますいやいやね、あのネットフリックスも拝見しましたけれども、本当にチャーミングな方ですよね。いつも僕いや違うっていうのもあれなんですけど奥様ね、こんまりさん、はい、いやそうですね、いつもああいう方なんですか？本当にほわーんって、もう私にないもの持ちすぎって感じなんですが。本当？はい、まあ、家の時の方がより一層ぼーっとしてる。へえ。やっぱテレビの時はさ、さすがにその片付けだったりとかお客さんがいるからちゃんとしてるけど、もういつもはもうめちゃくちゃ本当にリラックスして生きてる人ですね。まあそういう環境をね作れてるっていうこともねあるんですよね、川原さん。まあ片付いてますからね、まずね。ああ片付いてるね。そんな本丸さんのご主人でもあって、そしてプロデューサーでもある川原さんなんですが、本書にはこの Be Yourself、 私らしくあろうってことですね、あなたらしく生きなさい、自分らしく生きなさいっていうことだと思うんですが、いくつも素敵なキーワードを散りばめられていて、特になんかあなたはもうこれ以上何も足さなくていいっていう言葉が私の中ではすごく響いて、日本人一般的にね総称してはいけないと思うんですけど、結構その真面目だから悪いところを補おうとしちゃうじゃないですか。そうなのよ、ね、そういうこと。特に教育でもずっとそうやって言われてきてるから、うん、はい、だからどこまで行っても自分のことを認められない。じゃあでもそれっていつまでやるのっていうのを僕は問いかけたいなと思っていて、だからそれこそ短所を補い続けるほど人生で長くないなっていうのをすごく感じてるんですね。特にアメリカに来てからすごく強く思っていて、教育の違いなのか、パーソナリティの違いなのか文化の違いなのかまだ分かってないんですけど、でもやっぱり海外に来て勝負してる人たちっていうのは自分の良いところをいかに使って結果を作るかっていうところをすごく注力している。で一方海外に来て日本の人たちと会話したりとか見たりしてると、どこまで行っても自分の足りないところであったり自信のないところだったりっていうのに着目をして、僕からするとめちゃくちゃ素敵な能力とか素敵な才能とか魅力持ってる人ってもう山ほどいるんだけど、それを本人が一番受け入れてない。だから、まあ、改めてこう本を出しませんかっていうお話いただいたときに、まあ、僕らの経験を含めてそんなことが伝えられたらいいなと思って書いたのがこの Be Yourself っていう本なんですね。川原さんご自身もやはり欠点に目が向いちゃってたときはあるっていうことですよね。あるよあるよっていうか、もうずっとそうだ、本当ずっとそうだったなと思います。やっぱり比較すると自分よりすごい人なんて山ほどいるし、例えば自分よりかっこいい人なんて多分山ほどいるし、運動能力でもすごい人って山ほどいるじゃないですか。でもそれをじゃあ見続けてた自分の中にも、今こうして結果ね、世界で
仕事をさせてもらえるような才能の源ってあったわけで、でも当時って本当に分からなかったの、全然自信もなかったし英語も話せなかったし、それこそ別にその学歴がいいとかっていうことも一度もなくて、だから何できるんだろうと思ってたまま、たまたま、ね、奥さんのマリエさんのサポートっていう形で来させてもらって、でも結果、あ、自分の持ってるもので勝負できるなっていうことに気づけたっていうのはすごいね、ラッキーだったんですよ。おそらく周りの人から見たら河原拓海さんはもうプロデュース力というか、あの人間力があるからコミュニケーション能力も高い、そこ伸ばせばいいのにって思ってた人はたくさんいたんでしょうけど、ご自身がそれを認められないというか気づかなかったんですか？どっちなんで、僕にとっては当たり前にできることをでしょでしょ、すっごいわかる、ね、だから言われても自信持てないんだってそこに、うん、はい、でさらにすごい人と比べちゃったりとかね。そう、え、だとしたらじゃあ、いや、おこがましいけど、いや、さんまさんの方がすごくないとかってなるわけで。はい、わかります、わかります、うん、でもそれとは、ま、なんていうの、やっぱね、僕よく言うんですけど、違いは違いであって間違いじゃないんですよね。だから誰かと比べるんじゃなくて自分の持ってるものを生かす方法に頭を使うと必ずどこかに輝ける場所ってあるっていうのがもう確信なんですよ、僕の。うん、うん、いや本当それは思います。私もなんかミアっていうアメリカの心理学者の人たちが考えた自分の強みっていうのがあって、それを前日本で広めてる方にインタビューしたんですけど、愛情が一番だったんですよ。はぁ、って思って、いやいや、はぁって最初思ったんですよなんかもうちょっと分析いい、ね、もう一回、もう一回ください、はぁ、もう一回ください、はぁって思ったんですよ何それ、ね、と思って、なぜかっていうと、もうちょっとかっこいいのが欲しかったんですよね。なんか使えそうだね、対極感とか、その客観的にものを見るとか、はいはいはい、分析とか冷静どうやらとかね、そう、うん、何愛情ってって思ったんですけど、それを知って大事にするとすごくいろんなことがうまく回り始めて、当たり前すぎて気づかなかったっていうのがありまして、ね、愛情で飯食えなくねって自分だと思うんですだから僕もそうだもん、はいはい、この人当たりの良さと人間関係だけだと飯食えなくねって本当に思ってたから、思ってました、はい、うん、ね、まあ、そこら辺をなんとかなるんだよな。でもそれをやっぱダメだダメだっていう風潮があることは本当そうだと思うのよ。うん、なんかもっとね、論理的にとか端的にとか、でももうその時代は終わったよね。そうですね、うんうん、だけでは逆にそういうのに特化人にした人にはもうちょっと人間力磨きなさいとか言っちゃいますしねいや本当そうだから、何て言うの、バランスだと思うわけ、それもどっちもね、はい、うん、ですよね。かなりその言葉も選びながら書かれてるなっていう気がしてたんですけど、そのあたりいかがですか？そうですね、あのこれは僕自身がそうなんですけど、うん、あの難しい本読み終われたことないんですよ本チューブで言う話でも著者が言う話でもないと思うんですけど、あの買うの、あのかっこいいタイトルの本でも読めない、途中でやっぱね挫折してることがすごい多くて、でもその度にね実は自信を失うんですよ。なんか自分ってやっぱ根性ないなとか、あ、頭そんな良くないのかなとかってなる。で、事実そうかもしれないけど、なんだろう、多分もっと多くの人が読みやすい本って作れるんじゃないかなって思ってて、例えば奥さんのマリエさんの本ってもうめちゃくちゃ読みやすいわけですよ、はいはい、だからあのぐらい読みやすい本になったらいいなっていう願いを込めて書きました。使ってもらってなんぼだなと思ってるんで、うん、そう、なんか読んで終わりじゃなくて常に自分に向き合えるようになりたい。そう、でもありがたいことに結構ね、いろんな方に読んでいただいて感想で多いのが2つあって、1つがあのずっと持ち歩いてますって言ってくれる方が1つと、もう1つがあのお風呂で読む本なんでシワシワになってますっていう。そう、なんかみんなね、リアセルフふにゃふにゃみたいよ
このプロデュースの5つのプロデュースメソッドの中で川原さんが特に大事だなと思っている部分ってどこになるんですか？4番、環境を変える。あ、環境を変える。なるほど。ご自身でもそれはすごく感じます。感じる、僕自身も感じるし、僕が Be Yourself の本を書いて、はい、でその後オンラインサロンのセンスっていうのを作って、はい、その自分らしく生きたいっていう人が集まれる場所を作ってみたんですよ。でそしたら一番そこで難しかったのが環境を変えるのところで、でも逆に言うと環境を変えることができた人はみんな人生変わってるんですよ。そう、びっくりするぐらい。だからやっぱり自分が自分らしくいながら自分の才能が生きる場所にたどり着けると誰でも自分らしく輝いて生きれるっていうことを、僕は本を出した後、まあ、1年ぐらいかけてすごい確信になったことなんですよね。それは物理的なものだけじゃなくてもいいんですか？例えば職場とか、その住んでる場所じゃなくてもいいってことですね。付き合うお友達とか。そう。例えば、今まで行ってなかったような場所に行ってみる。その勉強会とかセミナーとかもそうだし、はい、じゃあ例えば自分が見る番組を変えるっていうのも環境を変えるの一つだと思っていて、そう、どこから情報を仕入れるかによって自分が変わるでしょ？である。はい、だから今って本当にいい時代だなと思って、自分が望めばどの環境であったとしても選んでいくことができるから、はい、でもそのためにはね、知らない限り選べないんですよ。うん、うん、だから知ることってすごい大事だなと思います。一過性ではなくて時々行ったり来たり、また戻ったりする使い方もできるのかなと思うんですが、その点いかがでしょう？もう自分が今置かれている環境次第でどこから読んでもらってもいい本になってると思います、うんうん、ピンとくるところから読んでいいし、うん、でまたそれでね、その環境で状況が変わってくると自分に必要な箇所が変わるんですよ、人って。はい、うん、だから何度でも何度でも読んでいただいて、まあ、シュワシュワになった方はもう一冊買っていただいて本当ですね私も結構付箋はここ見えるかな、貼らせていただいたんですけど、 ありがとうございます。特にどちらかというと多いのは自分を生かす、発信するっていうところが多いなと思いました。うん、今私にはそこなんだなと思って。うーん、自分のフェーズが変わったらまた新たな自分が見つかって自分を知るってことに立ち戻ったりとかするんだろうなと思いながら。そうなんですよ。だから発信するをすごくやってる方は、今度逆に今あるものを手放すっていうところがすごい刺さったりするのね。はい、自分の変化も楽しみにできる感じですね。うん、そうそう、確かに。自分のことがよく映る鏡みたいな本だなと思います。どんな方に読んでいただきたいですか？改めて教えてください。一回の人生を自分らしく幸せに豊かになりたい人。みんな思ってるんですけどね、やっぱりなかなか。僕の感覚で言うと、本当に思ってる人はやっぱ人生変わる。本当は思わないんだったら僕それでもいいと思ってる人で、うん、つまり今でもそれなりには自分にとって満足してるってことなので、うん、うん、だからそれも認めたらいいと思うので、それに飽きたら人って変わりたくなるので、なんか自己否定が一番良くないじゃん、うん、うん、いいのいいの、一度の人生なんだから、どう生きたとしても。僕もねやっぱり一度の人生なんで、なんか自分が出会った人に、縁ある人に、あ、出会ってよかったなとか、あ、人生変わったなって思ってもらえることが一番の幸せなので、自分がやりたいことよりも周りや社会から求められる自分を演じてきた、その現状に息苦しさを感じている方にはぜひ読んでほしい。自分らしく輝ける人生を送るためのエッセンスが詰まった一冊です。川原さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい、めっちゃかわいい。ありがとう。